皆さんこんにちは。本日はこちらのココ中島田をご紹介します。では見ていきましょう。まずこちら玄関です。こちらのシューズボックス、背が高くかなり容量あるみたいです。まず廊下入りまして、この物件 1DK となっているんですが、収納はここの廊下にあることになっています。クローゼットがこちら2つ分ですね。で、廊下右手側と、まず洗面所があります。こちら室内洗濯機置き場です。こちらとシャンプードレッサーになります。こちら浴室を見ていきます。では廊下に戻りまして、こちらお部屋手前にお手洗いがあります。ウォシュレット付きトイレです。ではこちら 1DK のダイニングキッチン部分見ていきます。こちら入って給湯リモコンです。こちらが応対用のインターホンです。とこちらは1階部分オートロックの応対にも使えるようになっています。こちらキッチンです。このお部屋には2口のガスコンロが設備として最初からついているようです。ではこちらの洋室部分を見ていきます。こちら南向きで日の入りが非常にいいですね。物件の立地としてもイオンモールなどにも歩いていけるぐらいの距離で便利な立地になっています。こちらもちろんエアコン付きです。ではすみません、こちらバルコニーを見ていきます。ちょっと外が工事中のようでして音声が聞こえづらいかと思います。申し訳ありません。向き自体は南向きで日の入りは非常にいいですね。ではこちら以上ここ中島田ご紹介させていただきました。何か気になる点、確認事項などありましたら下記概要欄からご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。